こんにちは。ちょっとね、今日何もやることなくて、今から生チョコを作ろうと思ってて、ちょっとプチブログみたいな感じでいろいろ撮っていこうと思ってます。最近でも雨ばっかりで全然お散歩すら行けなくて、みひは自転車買ったのにあんまり乗れてないし、みーちゃんはなんかしんちゃんのお寿司みたいなやつ、これ作って食べるらしい。昨日ね、作ってみてすごく美味しかった生チョコの作り方をこれから紹介します。作り方っていうか、もう混ぜるだけで本当 2,3 分でできちゃうんだけど、まあ冷やす時間入れなければ本当 2,3 分でできます。全部アイハーブで買ったもので作ってみたんだけど、まずメープルシロップと、あとこのココナッツオイルとカカオパウダーで、ココナッツオイルね、今あったかい時期なので溶けてるけど、もし溶けてなかったら溶かして使ってください。じゃあそしたらまずこのカカオパウダーを昨日の倍量で作ろうかな。昨日ね、試しに作ってみたからちょっと少なめだったんだけど、大さじ4杯。でそしたら次ココナッツオイル、これ今よく洗ったのでこれで大さじ4杯。大丈夫。1、2、3、4。これでちょっと混ぜて、もしめんどくさがりじゃない人はカカオパウダーちゃんとふるってあげてもいいと思います。全然ふるわなくてもね、美味しかったし、洗い物増やしたくないから、もう自分のために作るチョコレートっていう感じで、そしたらまたメープルシロップも、あれ？で、今ちょっと分量間違えちゃったけど大丈夫、ここから調整する。これでメープルも4入れます。2、3、4。で本当はカカオパウダーが6なので、ちょっと一回これ洗う。ちょっと変な順番になっちゃったけど、カカオパウダー多分最初4しか入れなかったと思うけど6でした。これで6、これを混ぜます。でそしたらこんな感じに混ざりました。でこれをもうそのまんまラップをして冷蔵庫に入れちゃいます。早っ。昨日ね、あれを初めて作ってみたんだけど、すごく美味しくて、もうそのまんまみんなに紹介しても大丈夫だなっていうぐらいだったので、スプーンでね、形を作って、適当な形に、でカカオパウダー最後にまぶすんだけど、もうそれで完成。あのその工程もね、また後で見せます。本当に美味しいビーガンのチョコレートなので、ぜひね、みんな作ってみてください。ココナッツがすごい好きな人はまず好きだと思う。でココナッツ嫌いな人はどうだろう、あんま好きじゃないかもしれないって感じ。すっごいカルピスの匂いがする。いい感じ。うん、出来上がり。1時間冷やす。はい、冷やしてください。イエーイ、親友にプレゼントが届いた。これがね、ちょっとプレゼントなので中身開けられないんだけど、そう、めちゃめちゃ可愛くて自分用にも持ってるので、そっちをね紹介したいと思います。このメゾンドサブレっていうブランドで、オーストラリアのブランドになります。こんな感じで、ちょっともう中身は自分で使っちゃってるからないんだけど、もうね、インスタの方では結構前に載せてるんだけど、こんな感じの名刺ケースになります。でこれ素材がリアルレザーになります。ここにブランドの名前が刻印されてて、ここに自分でね、イニシャル4文字まで入れられるんだけど、その名前入れてもいいし、イニシャルにしてもいいし、ミユって入れるかすごい迷ったんだけどね、今回はイニシャルにしました。これ名刺ケースめちゃめちゃ可愛くて、インスタでね、名刺ケースすごいおしゃれなの持ってる人いないかなって検索してて見つけたもので、ずっとねいいねしてたんだけど、やっとねゲットしました。超可愛い名刺ケース、探してる人のちょっと参考にしてほしいんだけど、これが、まあ、名刺ここに入れれて、でここにねポケットが3箇所ついてるので、ほんとクレジットカード入れて、名刺ってそこまでまあ本当に毎日のように使う人もいれば使わない人もいると思うんだけど、使わないタイプっていうか、そこまでねそんなに人と交流するようなお仕事ではなくて今のところは、でも今後まあ増えていったらいいなっていう思いと、レザーの名刺ケースは仕事運アップするとか、まあいろいろ
そういう風水とかも調べたりしてて、その欲しい時にね。で、これにしたんだけど、 iPhone ケースとかがすごいね、有名なブランドなので、ぜひね、チェックしてみてください。本当にこのブランドめちゃめちゃ可愛いです。今回ね、 YouTube で紹介するにあたって、クーポンコードを作っていただいたので、ぜひね、お買い物したいなと思った方は 5% オフになるクーポンを作っていただいたので、 MIUC5 って入れていただくと、お会計の時に入れていただくと 5% オフでお買い物できるみたいなので、ぜひね、気になった方は概要欄の方にも書いておくので、そこからチェックしてみてください。もう本当にね、可愛くておすすめです。めっちゃ暑かった。ちょっと上で撮影してたらめっちゃ顔が。みーちゃん、そのお水しまいなよ。あーみーちゃんは鬼滅の刃の21巻が出たので読んでます。今ね、確認したらもうね、生チョコほら見て、めっちゃ固まってる。まだ2、30分しか経ってないかな。そしたらね、カカオパウダーを、あ、ちょっと取りすぎたかな。こんな感じでちょっとまな板とかに伸ばしておいて、こんな感じでスプーンですくったら、ちょっとね、さっきすくいすぎちゃった。確認するために中までできてるかなと思って。で、こんな感じで、まぶしていくの。まぶす。簡単な作業ね、見ひやりたい。そう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 。で、こんな感じで。バレンタインに作るとかだったら、型に流し込んで、最後ね、しっかり固まってから切れば、すごい綺麗な四角い生チョコもできます。これがね、もう本当に美味しいの。でもミヒはね、めっちゃ苦手だったらしい。ここにペッてしちゃったもんね、キッチンにペッてされた、ね、よし、こんな感じで今全体的にまぶせて、昨日はもうこの中にまた戻しちゃったんだけど、これをね、で冷蔵庫で保管してちょびちょびちょび食べてたんだけど、今日はちょっとさすがに動画なので、お皿にちゃんと入れます。モリモリすぎた。じゃじゃーん、ちょっと一粒がめっちゃ大きいけど、いやー、美味しそう。いただきます。いただきます。やば、ほんと一瞬でちょ歯についてないよね。おいしい、本当においしい。これ作ってほしい。大きいから 2,3 粒食べればすごい満足する。みーちゃんもさっき作ってたやつ、まだ1時間も冷やしてないけども、やってる。お寿司すごい。いらっしゃい、いらっしゃい。はいはいはい、いらっしゃい。うわ、ママ絶対食べたくない、こういうの。いらっしゃい。何食べたよ、お嬢ちゃん。なんかさ、寿司の置き方めっちゃ下手じゃない？バランス悪い。バニラ味の醤油なの？これ醤油で。うわぁ。そのグミは何味なの？なんか混ぜてるから変な味する。変な味するけど美味しいの。マグロ。みーちゃんの部屋が散らかりまくりなので、お片付けします。布もあったね。いいよ、出かけたい。そうだった。みひの音楽で使うなんかファイルを用意しなきゃいけないみたいで、それをね、買いに行こうと思います。じゃあ行ってきます。めっちゃ雨降ってきちゃったん。忘れちゃったんだよね。エコバッグ持ってくるの忘れちゃって、ミヒのファイルは無事買えました。あとカルディでいろいろ買った。帰ってきたよ、クリアブック。カルディの購入品を紹介しようかな。まずこのアボカドのトルティーヤチップスと、混ぜるだけ系のこのパエリアと、台風エビチャーハン、ご飯炊いて混ぜるだけ。
あとはこのロコモコミヒが食べたいって、どうしても食べたいって言うから買ってみました。美味しいのかな。あとはこの塩だれのドレッシング、これお肉で食べてもいいしサラダで食べてもいいし、あとは米粉のパンケーキミックス、これ好き。あとね、これバーニャカウダのソースも買ってみました。これ初めて、美味しいかな。あとこの杏仁豆腐も大好きで、これミヒのつぶらな柚子、柚子だよみーちゃん、これカボス、柚子飲める。で、あとはこれカルディじゃないけどドラッグストアで買ったデュカートの、このベースコートすっごい乾くの早くて、この前初めて買ったんだけどめちゃめちゃ良くてまた買いました。次ね、この前白だったんだけど色付きを買いました。ちょっともうこの人差し指のところとかネイルがボロボロになりかけてるので、ネイルをね変えようと思います。でもちょっと夜ご飯を両親と食べに行くことになったので、乾かないと困るからベースだけとりあえず塗って、帰ってきてからお風呂とか入ってから最後ねポリッシュ塗ろうと思います。で、最近お気に入りのポリッシュが、これもねもうインスタの方で言ってるんだけど、このネイルホリックの BE381 番、これめちゃめちゃ指が綺麗に見えて、結構ね乾くの早くて二度塗りしちゃっても早いのでめちゃめちゃお気に入りで、さっき買った下地と同じところのこれがね白バージョンなんだけど、もうほぼなくてすくい出すのがすごい大変だったので、やっとねこっち変えてよかった。ピンク系の色にしました。ご飯を入ってきたので今お風呂に入ってコットンパックをしてます。すっごいでっかいニキビがね最近ここに2つ今できちゃってて、ネイル途中だったから塗ろうかな。今ワンピース見てたら止まんなくなっちゃった。なんかさっきこの買ったって言ったベースコートだと思ってたもの、ベースコートじゃなかったみたいで、初めに買ったやつよりもねちょっと乾きが遅かった。よし、こんな感じでネイルが完成。今回一度塗りしかしてないんだけど、ベースコートが結構しっかりめに色あったからいい感じに発色してくれてる。かわいい。このねマニキュア本当におすすめ。めっちゃかわいいよ。お部屋に来ました。今日は自分の部屋で寝れますか？今日ママと寝る。ほら見て、このでっかいニキビ最悪。じゃあそんな感じで、ちょっとすっごいゆるいビデオだったけど、今日も見ていただきありがとうございました。チョコレート本当に美味しいからぜひ作ってみてください。さっきもね食べたらやっぱ美味しかったけど、冷蔵庫で冷やしてすぐ食べると、何時間も冷やしてから食べると硬い、トリュフみたいになってるから、ちょっとね溶けたところで食べるのがおすすめ。めちゃめちゃとろけるって感じ。何してるの。じゃあそんな感じでおやすみなさい。バイバーイ。